願います渡辺武之君おはようございます自由民主党の渡辺武之でございます、えー、私は参議院議員10年目にして初めて法務委員会に所属をさせていただきました、えー、この法務委員会には法務行政全般に大変お詳しい先生方たくさんいらっしゃいますのでどうぞご指導のほどよろしくお願いをいたしますそれでは早速質問に入らせていただきます 今回の会社法改正は、ただいま、森大臣、また兵庫議員の方から説明をいただきましたように、衆議院の審議を得た結果、修正の後に参議院に送られてまいりました。まずはこの点について、大臣のご所見をお聞かせをいただきたいと思います森法務大臣。渡辺委員あの、10年目で法務委員会にいらしてくださったということで、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。 改正法案の修正正についいてお尋ねがございました改正法案については、与野党から修正の提案がされ、修正案が衆議院で可決されたことについては、法案の立案を担当した法務省としても、重く受け止めております。 株主提案権の制度は、経営者と株主との間、または株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社とより株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものと承知をしておりますので、株主提案権の重要性についてもしっかり認識をしているところでございます渡辺武夫君。 今回の修正ですけれども、衆議院の審議におきまして、株主提案が権利の乱用に該当するかどうかのより明確な判断基準を検討すべきであるといった指摘や、また民法における権利の乱用の一般法理との関係をさらに整理すべきであるとの指摘等を踏まえ、 削除修正が行われたわけでございますがそもそも政府提出法案におきまして不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新設することとしていたのはなぜかその理由をお聞かせください小出民事局長お答えいたします株主提案権につきましては近年一人の株主により膨大な数の議案が提案されたり株式会社を困惑させる目的で 議案案が提案されたりするなど株主提案権がが乱用的にされれる事例が見られたところでございます株主総会における審議の時間等がこのような乱用的な提案に割かれますと株主総会の意思決定機関としての機能が害されたり株式会社における検討や招集の通知の印刷等に要するコストが増加したりするといったことが弊害として指摘されております。近年の裁判例には あ株主提案権の行使が株式会社を困惑させる目的のためにされるなど株主としての正当な目的を有するものでない場合には権利乱用として許されないとしたものがございますしかしながらどのような場合に株主提案権の行使が権利乱用に該当すると認められるかは必ずしも明確ではなく実務上株主提案権が行使された場合に取締役等において株主提案権が しかし、その後、政府の講義の該当するか否かを的確に判断することは難しいと指摘されておりました。そこで政府提出法案では、株主提案権の濫用的な行使を制限することができる議案の数を制限するだけでなく、株主による不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新たに設けることとしていたものでございます渡辺武之君。 えー、そのような趣旨で、えー、そもそも政府提出法案においては、提案が行われたわけでございますが、まあ、衆議院の審議の中で,です、ねえー、結果的に、まあ、企業側の都合による株主提案の制限が可能になるのではないかということが危惧された結果、削除修正が行われたわけでございます。そ、えー、そもそも法務省はです、ね、不当な目的等にによよるる議案案の提案を制限する規定によって 実質的に株主提案に新たな制限を課すことを予定していたのかどうか、お聞かせをください。小出民事局長 お答えいたしますあの先ほどもお答え申し上げましたけれども、あのまあ、これまで株主提案権の行使がどのような場合であれば権利に、権利内容に該当すると認められるか、必ずしも明確にされておらず、そのため、実務上、株主提案権が行使され、その内容が権利内容に該当しうるようなものであったとしても、株式会社が権利内容に該当するとして、これを制限することは実際上は難しいという指摘がされておりました。 不当な目的等による議案の提案を制限する規定は、このような指摘等を踏まえまして、株主提案権の行使が権利の乱用に該当するであろう典型的な場合を明文化したものでございまして、株主提案権の行使を新たに制限するというものではございませんでした。 一方で,です、ね、まあ、これまで数はそれほど多くなかったとは伺っておりますが、まあ、明らかに企業側を困惑させるためだけの株主提案が行われた事例があるのも事実であります。えー、不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設にかかる部分が今回、削除されました。これによって万が一、えー、不当な目的による株主提案がされた場合、企業側というのはどういう対応が考えられるんでしょうか。 小出民事局長お答えいたしますあの株主提案権は、株主が会社の経営に参与し、あるいは会社の経営を監督、是正するために、株主に認められた基本的な権利でございますが、権利の意思である以上、その乱用が許されないという当然でございます。従いまして、株主提案権の行使が民法上の権利の乱用に当たる場合には、株式会社はこれを理由として、その提案を拒絶することができると考えております。 渡辺武君ありがとうございました、えー。それでは続きまして、社外取締役について少しお尋ねをしたいと思います。えー、そもそも社外取締役が会社法に規定されたのはいつ、そしてまたその後、どのような改正がなされてきたのか、また会社法において社外取締役はどのような役割を期待されているのか、改めてお尋ねをしたいと思います小出民事局長。 お答えいたします社外取締役の規定が会社法に設けられましたのは、平成13年の商法改正のときでございます。この改正においては、コーポレートガバナンス強化の一環として、監査役の機能が強化される一方で、取締役等の責任を軽減するため、定款の規定に基づき、社外取締役との間で事前に責任限定契約を締結することができる旨が定められたものでございます。 その後、平成14年の商法特例法の改正におきまして、新たな基幹設計として、委員会等設置会社の制度が認められ、委員会等設置会社においては、取締役会の中に、それぞれの構成員の過半数を、社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設けなければならないこととされたところでございます。ままた平成26年の会社法改正におきましては 新たな基幹設計といたしまして、監査党委員会設置会社の制度が設けられ、社外取締役を中心とする取締役により構成される監査党委員会が、取締役の職務の執行の監査を担うとともに、業務執行者を含む取締役の指名および報酬について、株主総会における意見陳述権を有することとされました。このほか社外取締役 社外取締役を置くことが相当でない理由の株主総会における説明義務の新設、社外取締役の要件の厳格化等の見直しが併せてされたものでございます。社外取締役の役割、期待される役割でございますが、これは少数株主を含めた株主の共同の利益を代弁する立場にあるものとして、業務執行者から独立した立場で会社経営を監督する。 経営者あるいは支配株主と少数株主との間の利益相反の監督を行う、また経営効率の向上のための助言を行うことなどがその役割として期待されているところでございます渡辺武之君。ありがとうございました。まあ、独立した形でしっかりと企業を監督をしていく、それがまあ社外取締役に期待をされているということでございますが。 ではその社外取締役のですね監督の実効性を確保するためには、まずはやっぱり社外取締役に適切な人を選ぶということが重要になってくると思います。果たしてそのような人材は確保できるんでしょうか、また実際にはですね、伺うところによりますと、1人の人が複数の社外取締役を兼任しているような例もあると。 いうふうふに聞いておりますが、そのような状況で監督機能を発揮することができるんでしょうか、法務省のご見解をお尋ねしたいと思います宮崎法務大臣政務官まずあの現状からご説明いたしますと、上場会社における社外取締役の選任の比率は、令和元年7月の調査時点で、東証の全上場会社の98.4%となっております。 まあこのような状況において、上場会社などに社外取締役の設置を義務づけることは、人材確保という観点から見ても、著しい困難を強いるものではないと考えております。まあ、次に、兼任についてでありますけれども、一般論としては、複数の会社の社外取締役を兼任していたとしましても、その会社の数が合理的な範囲にとどまって、社外取締役としての役割、責務を適切に果たすための必要な時間労力を各社に振り向けることができるのであれば、監督させるす。 期待されるるる監督機能を発揮すすこととももできるものと考えております私も政治の世界に入る前に、弁護士の立場で、損保会社などを含めて、複数の会社の社外取締役を同時に兼任していたことがございますが、取締役には全館注意義務なども課されておりますので、こういった中から監督機能を果たせるものと考えております。またさらには、社外取締役に期待される人材、あ期待される役割を、 適切に遂行することができる知見などを備えた人材の確保につきましては、日本取締役協会など、関係団体などにおいて、人材プールの充実や研修などの取り組みが進められていることも承知しておりまして、今後、これらの取り組みが進んでいくものと期待をしているところでございます。以上です渡辺武君 実際に社外取締役を複数経験をされた宮崎政務官のご経験の中からも、その心配は懸念、その心配は杞憂に過ぎないというようなご回答をいただきました。あのしっかりとです、ね、社外取締役の皆さん方がその責任を果たしていってもらうことに大いに期待をしたいというふうに思うわけでございます。 さてその社外取締役で,です、ねあの、いくつかの場面で議論をされているのが、まあ、社外取締役を今回、義務付けをすることになるわけでございます。で社外取締役を義務付けることにすると、まあ、一部からは結果的に公務員の天下りを増やすことになるんじゃないかというような心配の声が聞こえてきております。 今、ご説明をいただきましたように、すでに上場企業の98.4%が社外取締役を置いております。では、その98.4%の上場企業が、どのような人を社外取締役に選任をされているのか、分かったら教えていただきたいと思いますし、また、その社外取締役として選任されている人のうち、 公務員であった人はどれくらいいらっしゃるのか、これも分かれば教えていただきたいと思いますこれで民事局長、えー。お答えいたします証券。東京証券取引所のコーポレートガバナンス策書2019によりますと、平成30年7月時点で、東京証券取引所に株式を上場している内国会社。 3594社ございますが、これにおいて、独立社外取締役として、コーポレートガバナンスに関する報告書により、届け出られているものの属性の割合につきまして、他の会社の出身者がこれ、59.1%でございます、弁護士が16.0%、公認会計士が10.0%、税理士が2.8%、学者が6.8%、 その他が5.4%従いまして、公務員であったものは、他の属性に分離されている場合を除きまして、先ほど申し上げました、その他、5.4%の中に含まれているのではないかと考えております渡辺武行君。 今、詳しい数字をお示しいただいたところでございます。えー、おそらく公務員から、天、まあ、下りですぐ会社の社外取締役になられた方、まあ、今、現状の中では5.4%ということであります。あの私ははは企業というのはですねやはりあの しっかりと利益を上げていく存在でありますしまた株主従業員そしてお客様含めてですねしっかりとその社会の好機としての役割を果たしていってもらわなければな,ならないわけでありますその中でですね元お役人だといっても社外取締役にお願いをされる場合は本当にその人が我が企業にとって 役に立っていただける方であれば、たぶん社外取締役として選ばれると思いますし、まあ、あの表現悪いかもしれませんが、ただ単に給料泥棒みたいなですね社外取締役がいては何の意味もならないわけでありまして、今、世界の中で戦っている企業はです、ね、やっぱりその民間、あるいは学者さん、弁護士、公認会計士さん、いろんな方の中から、その中の一部で、公務員の人,人も含めて、わが社にとって必要な人材とは何かというのを、 厳しく判断をして社外取締役に選任をしていただけるものと、そう信じているところでございます。次にですね、保証契約について少しご説明をしていただきたいと思いますが、あの保証契約とはどのようなものか、まずは説明をお願いしたいと思います。小出民事局長。 お答えいたします,すみません、その前に先ほどの社外取締役の属性について申し上げる前提として、その統計数字の母体となる会社数について、少しちょっと不明確だったかもしれません、3594社、3594社が母体となっているということでございます、それから補償契約につきまして、これは当該役員等がその職務の執行に関し、責任を追及する訴えを提起された場合などに、 これに対処するために支出する弁護士費用等のいわゆる防御費用や、第三者からの損害賠償請求が認められ、これを賠償することによって生じる損失等の全部、または一部を株式会社が役員等に対して保証することを約束する契約を渡辺武行君。 はいえー、今回の法案の中で、その保証契約に関してです、ねあのー、心情的にちょっとやっぱり皆さんが納得しにくい点はです、ね、費用についてなんですけれども、その費用について、役員等に悪意、または重大な過失があった場合でも補償することができることとされているのはなぜか、その理由をです、ね、分かりやすく納得できるように説明をしていただきたいと思います。小出民事局長 答え申し上げます委員ご指摘のとおり、弁護士費用等のいわゆる防御費用につきましては、賠償金や和解金と異なりまして、役員等に悪意、または重大な過失があったときでも保障することができることとしております。これは役員等がその職務の執行に関し、責任を追及する訴えを提起された場合などには、当が役員等に悪意、または重大な過失がある恐れがあるときであっても、 当該役員等が適切な防御活動をすることができるように、これに要する費用を株式会社が負担することが、株式会社の損害の拡大の抑止等につながり、株式会社の利益にもなることがあると考えられたことや、役員等に悪意または重大な過失があったときでも、費用であれば、これを株式会社が保証することができることとしても、通常は、 職務,の適正の職務の執行の適正性を害する恐れが高いとまでは言うことができないと考えられること等を踏まえたものでございます。あのもっともあの、保証契約の内容として、役員等がその職務を行うについて悪意、または重大な過失があった場合には、株式会社が費用を保証しないことを定めておけば、 また、そういうことを定めることは可能でございますし、定めておけば、株式会社はこれに該当する場合には、保証する必要はないということとなります。また、役員等が不当な目的で職務を執行していたような悪質な場合であっても、株式会社の費用で、防御費用が賄われるものとすると、役員等の職務の執行の適正性を害することが懸念されます。そこで改正法案におきましては、株式会社がそのような場合、 当該役員等が事故もしくは第三者の不正な利益を図り、または当該株式会社に損害を加える目的で職務を執行したこと、そのような場合であることを株式会社が知ったときはです、ね、その当該役員に対して、保証した金額に相当する金銭の返還を請求することができること,としております渡辺武行君。 すみませんもう少しあの詳しくお聞かせをさせていただきたいと思いますが、例えば、うん、取締役が特別背任罪で、えー、訴追されている、そのような場合であったとしても、弁護士費用というのは保証されることになるのでしょうか小出民事局長。 先ほど申し上げましたように、当該役員が事故もしくは第三者の不正な利益を図り、または株式会社に損害を加える目的で職務を執行したということが判明した場合には、保証した金額に相当する金銭を事後的にその返還を請求することができること,としております渡辺武行君。 ありがとうございましたあの。今回のこの会社法の改正につきましてですねあの、昨日の本会議でも何名かの議員の皆様方が質問をしておられましたが、そもそも会社とは誰のものかというような根本的な問題も定義をされているところでございます。かつて経営の神様と呼ばれた松下幸之助さんは、 企業は社会の後期ということをおっしゃっておられました。この社会の後期、公の器でございますが、これ、どういう考え方かと言いますと、企業にとって人材であるとか資金、あるいは物資、いわゆる企業にとってのあらゆる経営資源というのは、すべて社会が生み出したものであるとで、企業はこうした資源を社会から預からせていただいて、事業活動を行っている以上、 その企業だけが発展をしていけばいいんじゃなくて、社会とともに発展をしていかなければならなく、そしてまたその活動は、透明で、公明盛大なものでなければならないと考えておられたようでありました。えー、松下晃之助のこの考え方というのは、まあ、企業は社会のものと位置づけることで、CSR の先駆けと捉えられる一方で、まあ、社会の好期でありますから、社会の好期が赤字を生むのは罪悪だと。 という益考えのもと、利益追求もおろそかにしないというバランスの取れた考え方を持っておられたようでございます。あの今回の会社法日本の改正によりましてですね、今、日本の企業は世界と戦っているわけであります。その世界と戦っている日本企業がですね、健全な発展をしていってくれること、 心から期待をしながら、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました